スーピーは長官娯楽さん、キャラはアンディ、カツミ、テリー、オーダーセレクト。さあ予算はユーリーキング裏件数変わらない感じですね。さあ初手のアンディ対ユーリー、あーちょっとコンボミスってしまうが、ちょっと安い。気合いの入ったビンタがすごい炸裂ビンタはダメと禁止が常に置いてある。ちょっと危ねえぞって立った時に微妙な屈伸になってるんですね、あれね、おそらく下がろうとしてガードモーションが取れてみたいな。ガードがしっかり勝手に切り替わっていると。さあガワキャンで追い返す。アンディは体力リードしているのでそんなに無理はしない。ユリーは無理が、ユリーは行かなければならない。体力だから若干まくり、普通のことでまくれる。今度アンディが攻める。これはショーアップを出してしまい、しまう。さあ先鋒戦取ったのは何でしたっけ長官娯楽さんですね。長官娯楽さんのアンディ。さあここでさっきは大将の裏剣数を中堅に起用してくる予算ですが、さああの前がさっきからすごいヒット率を誇っている。さあ剣数のまあ強さというふうに今コメントであるんですが、裏剣数のことだと思うんですけど、はい、裏剣数はまあ真ん中ぐらいの位置はふわふわしてる気がするんですけど、さすがにそんなに強くないと思って。まあそうですね、ますよね。ただそんなに強くないから結構多いんで、まあぐらいじゃないかなと思うんですよ。そうですね、未だにちょっと未知な部分もありますよね。使ったことないからもう ATM さんぐらいしか見たことないので。さあそして娯楽さんの中堅はテリーですね。このキャラも見ない。テリーと裏剣数だとわからないが、さあ D 投げ、こいつの D 投げ減るんですよね。テリー対裏剣数、あれも今の D 投げ漏れかな。テリーの D 投げ確か減るんですよね。減りますね。ここは超流連拳でしっかり、伊予さんがテリーを倒す。YD さんに実況チェンジ。はい、はい、どうも、はい、マスクをしたデルンシンがいなくなったと思ったら、このマスクをした YD さんがいらっしゃった、はい、あ、そうか、マスクしてるからだいぶ近くないといけないんですね。そうですね、マスク勢はちょっと近めでお願いします。はい、剣数対カツミ、そうですね、裏剣数対カツミで、カツミが大将、裏剣数は中堅ってとこですね。とこれあれですね、留学祭のコマンドがやっぱり、はい、後ろ向きなせいで結構霞前に来づらいなんて話を。なるほどなるほど、まあ、釣られても大丈夫と。まあそれなりに。さあでも裏ケースが満身創痍。ここで全力で迷惑かけて、あ、全力で先行流しが追っかけてくると。ここで、まあ、ずっと仕事感覚でキングがやってくれれば。そうですね。さあ先ほど話題になったかぼちゃ色のキングが、あ、これ多いですよね、白かこの色のイメージが。いや、この色少なくないですか。そう、なんか俺、あーでもいいのが刺さって、ちょっとこれでサプライズローズいっちゃうかな。まだ行ったか、ちょうどでしたね。さあおしゃれな蹴りでフィニッシュしてパンプキングが勝つ。ワンピーイオさんがすごく連勝、すごい連勝してるんじゃないですかね。もう4回ぐらい行っちゃった感じですか。あ、今誰でしたっけ。あ、長官もで今4連勝なんで、次で終わり、次で終わりと。で、スーピー側がテスタさん、テスタさんいらっしゃいますか。はい、あ、どうぞ。はい、じゃあお願いします。結構思ったよりも5連勝っていっちゃうもんですね。そうですね。さあ、ワンピー側はイオさんは変わらずかな。順番ユリ裏剣数キング、おっとこれは
一瞬全部赤かったからおやって思ったけど1個だけクリスが感じてますね。さあテスタさんは裏ケース、さあ裏ケースが両チームにいるというすごい状況ですが、珍しいですねこれ。これ珍しいです。そうですね、裏クリスも多いですね今日は。さっきから、まあ、普段そこまで見ることのないユリが結構活躍してる感じで、ユリもちょっと自分より下位のキャラには強いですからね。そうですね、あの弱い者いじめにはもうユリとか、まあ、ハイデルもそうだけど、はい、マチュアもそうですね。マチュアもそうですね。マチュアはもう弱い者っていうかキャラ相性な感じがしますけど、はい、さあユリが有利に試合を進めて、裏剣数がもう虫の息、ね、このゲームの中でも一級品の足払いを持つ鬼から、おお見事に対空、いい超アッパーが。さあ裏剣数ですね、中剣、テッサさん中剣は、裏クリス、いいですね。ユリのあの斜め B、漏れても当たるあの斜め B、 やっぱいい技ですね。どうですか、あ 3B ですか。 3B です。あいい、いい技ですね。ビヤーンって、さあ強スラを放してるが音がめがない。引き付けすぎてしまった。おっと珍しい絵が出る。あれ裏クリスあるあるですね。あるですね。途中から当たったりもしますけど、確かになんか変な当たり方して最後の強キックみたいなところだけ使ったりもしますよね。裏からとがめようと思ったら勝ち上げられちゃったりとか、ね、ありますね、よくあります。さあ東京は依然要所要所要所でしっかり A アッパーで落としてますね。して、さあ状況は依然 1P の予算が有利ですが、さあこの大将を裏ロバでくちゃくちゃにすればまだわからない。そうですね、これで、まあ、けんおっとしっかり落とすが追撃はなし。本当にこの裏ロバのジャンプ C っていうのはどういう性能してるんですかね。そうですね、速くて長くて持続もあって、ずっとバスター、あ、ずっとバスター行くないですよね。あれジャンシーです、ジャンシー、ジャンシー、ジャンシーもすごいですよね。あれ、あの技は早出ししてしゃがんでも当たるっていうのがそうそうやばいですね、あれは。あ、ごめんって守ったらそのままツリアツリアって言われて。さあロバートがちょっと押されている、ちょっと襲ってって、でもなんかライフを完全にむしるまでは全然油断できないこの裏ロバート。裏ロバは変に噛み合ったら少しにマスパキャンしますよね。さあどうゲージを払って、どうしますか。さあダイヤシ、ダイヤシ、あーよく見てた。ここはもう精神的な余裕もありましたね。そうですね、もうあの体力の一発食らったら死ぬ状態のより強いですよね。強いですね。もう覚悟、ビンタ、ダイヤシ、ケツ全部警戒しなきゃいけないからというわけで5連勝さあ、イオさん5連勝おめでとうございます。で、3103か313、カジュアルショップですか。カジュアルショップ、カジュアルショップ310ってなかったでしたっけ。知らないです、あのおされには疎いもので。あーいやー僕もないです、あの蒲田のしょっぱいところに。はい、え、合ってますか。11が青さんだ、青さん、はい、青さん、あーはい、え、あー3103いますか。はい、はい、じゃあお願いします。さあ 1P が3103はクーラーを先に選び、11対16、そう 2P 青さんは今日ネームレス、クーラージョンユリ対今日ネームブラックリスですね。ちょっとヒーローチームっぽい感じですね、2P青さん。というか、あのオリジナル今日好きな人はなんかクリスも一緒に並べてるイメージがあるのは、みんなキャプさんの信者ってことですか。そうです、まあ使いたくなりますよね、キャプさんのプレイ見たらね。ね。さあ、開幕はクーラ対ウラクリス。え、スラ、あこれはさあ、ちょっとコンボミスしてしまい、クーラーから反撃をもらってしまうが、さあダヤシで押し返す。まあ本名ってことを言うんだったらサヌイさんには勝てませんから。
さあ中距離でジリジリして、こちらは、まあ、空だったらドスモッチだとは思うんですけど強烈スピン、強烈スピンってあれ、はい、足元薄いんですかね。低姿勢の技それなりに打ってればいいんじゃありませんか。怪我しの壊しでいけるでしょ。ああ、なんか僕クーラーってケツがでけえから、はい、これでいいんでしょって流煙部とか始まりの木をブンブン打ってると、よく強烈スピン食らって、あ、はい、なんでこれ足薄いのってなるんですけど、うん、そうですね、確かにありますよね。D スピンの判定も確かになんだかよくわからないって感じですよね。1段目は上に強いし、2段目は下に強いし、守った後気まずいし、どっちにしろ横にはどっちも強いですね。まあそうですね。さあ、まあ、安いから許されるレイスピンが、あ、レイスピンもういねえじゃん、もういなくなってます、すいませんでしたブラックリスが、そうですね、ジョンを目の前にすれば誰だって割り切ります。これは打ちます。ジョンに黙ってていいことないですからね。そうですね、黙ってた方が後悔しますから。どれか太い選択肢通していかないと。さあ、逃げジャンディがこれで中堅同士かな。中堅になります。 2P の、青さん中堅が表強、2番手同士、まあ、ゲージも大体5分ってとこで、そうですね、ほぼ5分ですね、状況は。あと状況悪い、状況悪い、さあ状況状況、体力状況は一緒でしたけど、あと歩いて D メでしたね。さあ危ないですね。さあ、おこれはこれはでもダメージはしっかりとって、まあ、全然いいとは思います。全然あり、1ゲージにしてはね。そうですね、あの見慣れないから一瞬声を失っただけで、はい。でジョンがここで強勝利をミスるが、おとがめが安い。ただ意志と技が噛み合わない感じで、そうですね、ジョンが構えて押していくが、今日は体力があるのでこのライフなら昇竜食らってもまだセーフじゃないかな。これ今日は多分もう無理しなくていいんだけど、思いのほかジョンだからそうも言ってられない。ああ、ちゃんと殺しに行きましたね。そうですね、まあさすがにライフゼロになればガードポイントとか無意味ですからね。そうですね、間違いないです。これどうなんですか、あの無印のイメージしかないからすごい絶望的な匂いしか感じられないんですけど、今ならいけるんですかね。いやでもやっぱりユリがリードしてたら今日もめんどくさいんじゃないかなと思うんですけど、おっと先ほどの、おっとちょっと噛み合わずに、おーなるほど、小足からの斜め D もまあ確かに繋がりますね、はい、お互いちょっともつれてるというか、いいめくりが、見て、おー折り強コンボですね、はい、勝ったのは 2P 青さんですね。青さん、青さん全然関係ないんですけど、鉄拳王の方とは違いますか。あ、違います。立川最強の人間が今ここに、N 村さん、 N 村さん対立川最強青さん、はい、3P N 村さんが、ケダッシュ草薙ネームレス、今日イオリ、ウラクリス、ウラクリス、さあこれはちょっと主人公キャラ同士的な、なんかいいですね、なんかこれ、はい、僕あれですね、今日使ってる人イオリも使ってる印象が結構多いんですけどね。あー、イオリ今日並べる人も結構いますよね、確かに。なんかこれ、1P おろ、ネッツ編対 2P おろし編みたいな感じ。あー確かに、99以降と99前で勝負しようと。あ、だからそっか、なんか残念ながら 2P の方98っぽいなと思ったら、なんかそっからはひょっとしたらあるかもしれませんね。ただちょっとそうですね、こちら試合の方ですけども、やっぱオリジナル筐体、まあ言うなれば裏筐、クローン対本人、そうですね、これあのこれもクローンですよね、草薙も一応クローンなのかな、クローンですね、火力対、まあなんていうんですかね、まあ表筐今日のいいとこ上げろって言われて結構難しいですよね。レッドキック、奈落強制ダウン、奈落、あそう奈落は強いですね。あと遠距離 D とかですか、なんか繊細な折り強と骨太な草薙のイメージが、まあ、今後作だと、今日は本当に火力自体はあると思うんで、コンボの、あそうですね、なのであの、まあ、完走率が難しいようですっていうのもあるんですけど、無印の頃から一応コンボの火力はあったから、ありましたね、無印の折り強コンボ、はい、
やれるなら9割減るよっていう。まあ、いけなくもないとは思うんですけど、すんごい減らないんですけど、うまかったですね、今ね。いい弱音が。さあ、さすがにでも、K ラッシュは苦しいか。おぉ、おっと、最大溜め、溜めていく。2段で止めて、出し切って、大足。あー、追っかけでいった。手出した裏クイズですね。これはこれもどうすごいアッパーがいっぱい。ただシスカミをアッパーで潰しましたか今。手出しのアッパーもなんかあまり注目されてないけど強いですよね。強いですよね。判定云々じゃなくてやっぱり持続が長いし、ディレイも枕も高いですよね。そう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 。あれ出が早かったら相当クソアッパーだったと思うんで。禁止使わなくなっちゃうじゃないですか。で、対象ネームレス対中堅裏クイス、まあ、大ジャンプをしっかり落としましたね。これやっぱり炎が結構きついはずなんですけどね。そうですよね。ネームレスやっぱりこう横に長い炎とか飛び道具系は総じてきつそうな印象があるんですけどね。ですね、釈放じゃないや、絶対で貫けないじゃないですか。あ、そうなんですね。あとほら、波動 A とかでも炎を消せないから。はいはいはい。ネームレスのジャンプ軌道的にやっぱり結構飛びもしづらいっていうんで。そうですね、これは軌道的にも辛いですよね。ちょっとさすがに遠かったですね。もうこの状況だとクリスはもう、あ、そっか、どうしますかね。ここからゲージ出して死ぬわけにもいかず、にでももうちょっと嫌がらせを。さあ、でももう残り時間がないのでネームレス下がって体力温存。もう生きた心地がしないのはもう明らかに、はい、こちらもう続きの方いよりネームレス。おー、でもここでいいコンボが刺さって、これはいったか、いかないんじゃないかな。いかないかということはまだまだまだ怖い。まだネームレスあるで。もうどうするか。あー、ジリジリする。ネームレスは一発当てたいが、いよりはもう食らいたくない。おっと、ハッとまさか、さあドリルを一発して、まあゲージをゼロゲージにして、なんだと。さあもう体力はとりあえず削っていこう。ここで空気を入れ替えたわけですか。そうですね。もうお互い飛び道具読みだったかもしれないです。なるほど。僕からするとそういうつもりじゃなかったんだ、もう一回読み直そうっていう呼びかけかと。そうですね。いや、次がワンピージャムコさん。ジャムコさん。2P 立川最強青さん。メタスラアタックさんは今日はいないかな。メタスラアタックさんは今日は、メタスラアタックさんは今日はちょっといませんね。じゃあこれでワンピー。ジャンコさんは早くもキャラが決まっている。いいのか悪いのか分かりませんけど、はい、YD もトンカツさんも、はい、両方ともワンピーチームということで。そうですね、これはでも実況はとりあえず偏って応援してはいけない。まあそうですね、はい、目の前に起こったことだけを、はい、てかさっきからさ、確かに、はい、そうですね。これ生放送だったらいいけど、配信でこれは良くないから、ちょっと実況しましょう。そうですね、実況をちゃんと試合を。ここはシャンヘイがナンパを打って、おっと、ジャンプ発生の都合で餌化が出なかった系でしょうね、今の。これもまた同様、これもまた正面。ああ、なるほど。しっかりワンゲージで殺し切って、ね、今日が先制ですね。結構中堅ウラシェルミン、これはさすがにウラシェルミン相当いけるはずなんですけども。そうですね。でも青さん結構さっきからしっかりしてらっしゃるので、ジャムコさんもこれは危ないんではないでしょうか。まあ、対空とか青さんしっかりして見えたんですけど、はい、ウラシェルミンって まともな飛びしてくるわけじゃないから。そうですよ、結構こういう。さあジャムコさんの殿下の宝刀アッパーが。そうですね。まあさあウラシェルミンが走れ籠城して苦しい。これはさあ、いい当たらぎが刺さって、まあ、中段警戒させてからの下段。あんな発生9フレとかの割に結構立っちゃうんですよね、あれね。
下 B ですか。下が B です。あ、下 B 遅いですよね。でもブラシェルの性能に結構合ってる感じはしますね。まあそうですね。おっ、おお、回しますね。回しました。さあでもこの3周目で落として、さあ竜巻 D で暴れていく。これはブラシェルがきついのかな、やっぱり。まあ、結構、ケイナス側がどれぐらい知ってるかで変わる組み合わせって感じで。あ、さあ、ジャンボさん、吸って吸って、おっ、おっ、さあ、これで、しっかりしてる。うまいことを端から出さない。前タイムから、はい。さあ、ガーキャン釣りの、雷神の杖。雷神の杖。ちょっと、まあ、命がけではありましたが、確かに見事に禁止釣ってました。まあ、あの状況だったらガーキャンもするわと。さあジャンゴさん中堅のブラシェルが活躍して、こうなるともう強気でしょう。これはどうなんですかね。絶対ネムレスきついと思うんだけど、2番手のブラシェルに相手してるのはもうたまったもんじゃないはずですよ。ゲージがない。これはヤタナギ打ち放題タイムじゃないですかね。もしかしこれはもちろんヤタナギも打てるし、場合によっちゃ全てを天に、場合によっちゃ返せる。さあヤタナギ見てから、まあ、うまい絶え、まあ、間に合ってしまいましたね。さあジャムコさん、ウラシェルミーの頑張りで、大将パオですね。ゼロに UM あるあるのこの組み合わせ。ただナイスとゲージが、さあたださあこれはネームレス側は相当うまくいって2ゲージ貯めないともうきついのではないでしょうか。おー、釣ったー。そうなの、釣ったの今、すげえ。何ですか今の。